じゃあこの問題を答え、むしろその逆と言いますか。た、みさんどこ行きたい？僕は貴様心を読んでいるな。ハラノくん、貴様、人の心を読むのが上手いようだが。ただのくんは中二病の気持ち。それでよく小見さんの心を読んでいる。ただ、貴様、お前に頼もうと。じゃあ、いろんなシチュエーションで小見さんがどんなことを思っているか当ててみましょうか。じゃあ、今の小見さんの気持ちを。私ども。違います、中中さんも持ってるんですね。正解は、私も。話しかけづらいだろうな。ああ、それもちょっとありますね。ああ、これは簡単です。にどうでもいい空の写真とかあげるな、雑草ども。個人的意見。めっきり人だ。誓います。あれ、じゃあ、あれはおーい、ブルです。まだ引きずってんだ。我は小見さんと二人で遊んだこともあるのだぜ。いや、二人とも彼らは偶然一緒に歩いていただけだ。勘違いするな。そうそう。ではおごるのは我だ。我におごらせてくれ。私よ。我だ。第二、クラスの女子付き合うなら誰。始めるか。また人も合わせてどうぞ。おー、ちょっとワクワクしてる自分がいる。どうした。おお。ただいま。俺、取り返しのつかないポカやっちゃって。大丈夫ですよ。あ、やべ、泣きそう。大爆につながるんでしょ。でごわす。なら、えい、問答無用。あ、風車。あんたらはうちが相手や。じゃあ誰と付き合いたい？友達感覚がいいから。解散。妄想とは人知れずやらぬ王のようであり、自母神のようでもある圧倒無比な存在感。たった日はあるのだ。僕の高校生活は順調です。今日は只野くんをお昼に誘ってみようと思って。先生、なんか優しかった。只野。うわあ、呼び捨てしちゃった。仲良さそう。見られてる。やっぱりこの人怖い。大丈夫。つらかせや。やっちゃった。こうなっちゃうんだろう。おーい、してくれたんだ。言ってやるよ師匠。ありがとう師匠。んね、師匠。やってやりますよ、俺は。いただきます。よし。これにはさすがの只野くんもたじろいだ。そうか、師匠はもう示していてくれたのですね。51の方法第1節 P12、 とにかくボディタッチ。師匠、今俺の弁当食ったよな。え、片井くんが何をした。片井くん、小見さんです。二人とも気が合うと思いますよ。だってその方。この時からモヤモヤしていることがある、うん、で、女装なんかしたんだ僕は。せめて小屋から着替えればよかった。こ、なんて言おうとしてたんだ。ないんだ。違う。来たんですか。もうか。冬休み暇だし、あれだし、小見さんといるのは何日とか何しに行くとか決めないと良くないよな。
がとうございます。